鉄が誇る超高速列車 TGV で2時間、フランス第3の都市リヨンに到着した笹川会長は、 WHO 付属国際がん研究所に新たに完成した通訳設備付き会議棟笹川記念館の落成式に出席され、記念すべきテープカットを会長自らの手で行いました。この会議棟は大小会議室3室と地下貯蔵スペースからなり、通訳設備付きの主会議室をプリンセス高松ミーティングルームと名付け、長年がん撲滅のために努力を続けてこられた高松の宮妃殿下のご熱意を記念しています。また増築部分全体には笹川記念館の名が付けられています。WHO 付属国際がん研究所は、がんの疫学並びに環境発がん研究に取り組み、世界中の研究者研究機関と密接な交流を続けてきました。しかし増大する研究とそれに伴う会議を行うには手狭になり、このほど会議棟笹川記念館が完成、その落成式が行われたものです。本日国際がん研究機関の講堂笹川記念ホールの開所式に、多くの方々の前でご挨拶する機会を与えられましたことは、私の最も光栄とするところであります。この講堂の一室に高松の宮妃殿下のお名前をつけて、いただきましたのは、私の最も光栄とするところであります。